これは私のツンデレのお友達のお話です。ねえねえみみ、私好きな人できたんだ。え、誰誰？ゆうちくん。え、そうなの？全然そんな風に見えなかったんだけど。いや、私好きな人の前だとクールになっちゃうんだよね。でも絶対クールにならない方がいいよ。今日よっちくん来たら好きってアピールしてみたら？そうだね、頑張ってみるね。うん、頑張って。あ、来た来た、りんちゃん、みみ、おはよう。よっちくん、おはよう。りんちゃん、話しかけないでくれる？今よっちと話したい気分じゃない。あ、そっか、なんかごめん。そう、りっちゃんは好きな子の前でアピールのできないちょっぴり難しい女の子だったのです。りっちゃん、この後ご飯でも行かないの？いいね、行こう行こう。りっちゃん、ちょっと話したいことがあるんだけど、いいかな？私は話したいことなんてないし、だいたいよちくんと話したくない。じゃあ、ミーミーのいる前で話すね。俺はリッチャーが好きだ。リッチャーは好きじゃないかもしれないけど、俺は好きだから。返事遅くなると思う、待ってて。よっち、リッチャーどうするんだろう。素直に気持ちを伝えられないリッチャーのことを心配していたその時でした。私はよっちくんのことが好き。え、本当に？私、好きな人に冷たくしちゃう癖があるんだけど、私も本当はよっちくんのことが大好きなの。私も付き合いたいと思ってる。りっちゃんが意地を張らずに好きな人に気持ちを伝えられたことがなんだか嬉しくてスカッとしました。これは私の親友との間に起こった出来事です。でさ、あ、ドミーちゃん、やばい、今日宿題忘れた。宿題見せて。あ、うん、いいよ。ねえ、ありがとう。はい。そう、彼女は自分で宿題をやらずに友達のノートを写すサボり女だったのです。はい、じゃあ今日宿題いっぱいあるから、あの寄り道せずにちゃんと帰れよ。はい、じゃあ気をつけて。ごめん、トミちゃん。私さ、今日友達と遊ぶ約束してて、私の分の宿題もお願いしていい？え？いいじゃん、今日だけ。でも答え一緒だとバレちゃうよ。バレないって。今度はトミちゃんの私やるからさ。じゃあ、ごめんだけど、よろしく。毎日のように宿題を押し付けられて、私は正直限界でした。はい、じゃあ宿題提出してくれ。トミちゃん、ありがとう、マジ助かった。はい、オッケー。お願いします。はい、はい。えっちゃんとトミちゃんノートの字が一緒だな。えっちゃん、どういうことだ？ドミちゃんが私の分もやりたいって言うから。え、私はえっちゃんに宿題を毎日頼まれて嫌な思いをしていた挙句、先生に嘘までつかれて我慢の限界だったその時でした。じゃあえっちゃん、3たす5の答えは？え、本当に宿題したなら答えられるよな。ほら、お、答え書いてあるぞ。同じ問題。ちゃん、宿題は自分のためにあるんだ。人に頼まずにこれからは自分でちゃんとやってくるんだぞ。はい。担任の先生の大人の指導のおかげでスカッとしました。これは僕のクラスで起こった出来事です。
この授業超つまんねんだけど。え、それな、今私も同じこと考えてた。なんか先生の声小さすぎて何も聞こえないんですけど。それやすみません、あの、これ授業中なので静かに。そう、彼女たちは自分を一軍のボスだと思って勘違いしている迷惑女子だったのです。あなたたちの声がうるさくて授業に集中できないので静かにしてもらえませんか？は？今なんつった？だからうるさいって言ってるんです。陰キャでブスなドミちゃん勉強したって無駄だよ。どうせできないんだから。そうそう、だいたいブスのくせに私たちに話しかけるなんて100億年早いんですけど。ドミちゃんがコテンパンに言われてかわいそう、何も言えない自分が情けないと思っていたその時でした。そっちこそどの口が言ってんの？はぁ、あ、これでもブサイクって言いますか？え、嘘、ボンボン TV のドミちゃん？え、はい、ボンボン TV じゃん、ボンボン TV？人の顔をとやかく言う前にまずは自分の顔を鏡で見て出直してきなさい。うん、あ、はい。僕はドミちゃんの強さと可愛さにスカッとしました。まあ僕はボンボン TV のヨッチなんだけどね。まだバレてないや。変装も何もしてないんだけどね。次の動画でまたお会いしましょう。3、2、そうだね、頑張ってみる。うん、頑張って。遅いな、遅いな。やった。俺はりっちゃんが好きだ。で、ねえ、もういいって。返事遅くなると待ってるね。まあ大丈夫だ。あのね、ギリギリだ。大丈夫かな。うん、わかったわかった。やばい。ボンボン TV7 周年記念グッズ好評発売中。学校でも普段でも使えるグッズがたくさんあるよ。概要欄の URL から購入できるからチェックしてね。